どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。はい、このガズレレ YouTube チャンネルではですね、どんな方でもあっという間に音楽できるよということを、無料動画レッスンでどんどん公開しております。皆さんもすぐにできるめちゃくちゃわかりやすい動画になってますので、ぜひやっていきましょう。今日取り上げたい曲は、その中でも初心者さんがもうね、もう本当にすぐにできちゃう曲、こちら、ドン。童謡というかキッズソングというか昭和のブンブンブン、蜂が飛ぶ、これです。この曲名は嬉しいですよ。コードはたった2つだけで誰でもすぐにできるということで、レッスン動画公開していきたいと思います。ちょっとその前に、今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルって、今年の2023年でなんと生誕10周年を迎えるのでございます。10年です。皆さん本当にありがとうございます。それを記念して5月に、東京、名古屋、大阪でイベント開催予定なんですけど、5月はですね、東京はですね、もうソールドアウトになっていただきました。大感謝ありがとうございます。大阪と名古屋は引き続き予約受付中ですので、ぜひとも皆さん、概要欄に貼っとくんで、お会いしてもりもり盛り上がって音楽楽しんでいきましょう。さあ、今日のレッスン入っていくんですけれども、まずですね、このブンブンブン蜂が飛ぶはめちゃくちゃ短くて、しかも簡単で、なおかつ日本人であればみんなが歌える曲ということなんで、あのね、この曲でウクレレデビューめちゃくちゃおすすめです。すでに弾ける人はこの曲でお友達にやってみたらっておすすめしていただけるのもいいし、可愛らしい曲ですからね、ぜひ取り組んでいきましょう。今回は簡単バージョン、ワンバージョンだけで本当ゆっくりやるんで、そういうような、あの、みんなも巻き込み型のね、レッスン動画となっております。そして皆さん音楽やりましょう。私もいいな、私にもできるかな、ウクレレ。音楽、私不器用でやったことないけど、という方もすぐできるプログラムがあります。概要欄に貼ってますけれども、ガズレレのこのやり方だったら本当にあっという間ですからね、すぐできるようになってます。で、ガズレレはすでにもう、課題曲2000曲以上やってるんですよ。で、皆さんの、どうせね、練習するんだったら皆さんが好きな曲がいいと思うんで、皆さんがやってみたい曲名スペースガズレレというような感じで、YouTube で検索していただくと、きっとね、その曲出てくると思いますよ。どんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ皆さん、そしたらですね、始めていきましょう。ブンブンブン、超ゆっくり初心者さんもできちゃうバージョン、やってみる。ワン、ツー、サン、シー、デン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 、サン、はい、ブンブンブン、ハチカット池の周りに野花が咲いたよ。ブンブンブン、ハチカトブン。2番です。はい、ブンブンブン、ハチカトブン。朝露キラキラ、野花が揺れるよ。ブンブンブン、ハチが飛ぶ。いかがだったでしょうか。もう一回、繰り返してやってみましょうか。練習ですからね、ゆっくりいきますよ。せーの、さん、ほい。ブンブンブン、ハチが飛ぶ。お池の周りに野花が咲いたよ。ブンブンブン、ハチが飛ぶ。はい、2番です。ブンブンブン、ハチが飛ぶ。朝露キラキラ、野花が揺れるよ。ブンブンブン、ハチがと。いいですね。せーの、じゃじゃん。やってみました。ブンブンブンでございました。見ました?コードは C と F の2個だけなんですよ。嬉しいですね。これ C と F っていうのはね、ウクレレを習った初日に、その、一番最初で覚えるやつですから。まずね、ちょっと言っとくと、C ってここ1個だけです。F っていうのはこことここの2個だけなんですよ。ここ。今この C とこの F の2個のコードしか使ってないですから、F の時指立てるの気をつけてくださいね。ただね、これ順番がね、ちょっとね、パッと変わるの本当にね、やり始めたばっかの人はちょっとね、難しいかもしれないんですけど、まずゆっくり。ゆっくり。歌は知ってるでしょ、歌は。はい。こういうことでですね、まずこう弾いて歌えるという喜びをですね、皆さん、
ご体感ください。はい。で、今、さっきも言ったけど、もうすでにウクレレ弾ける人は、この曲でですね、お友達、お仲間にですね、ウクレレの楽しさを、こう、シェアしてあげるとですね、すごい笑顔が広がっても最高だと思います。もうこれ今日、解説動画っていうか、解説もね、もうないんですよ。もう、ワンブロックに4つですからね。これちょっと見てもらいたいんだけど、ブンブンブン、8月、F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 、C、C、F、F ですから。何があろうワンブロック4つですからね。これが分かっていれば、もうほんとパズルゲームみたいなもので、その通りにこう、回数弾いて歌う。まずはそこでいいと思います。で、その後やってほしいと思うのは、やっぱりこう、感情を込めて、キッズがもしいたらとしたら、ちょっとキッズと一緒にこう顔見ながらね、やっぱこうやるとか、ちょっと覚えちゃうとかいうのもいいと思うんですけどね。ぜひゆっくりでいいんで、まずテンポゆっくりでいいですから、最初は。そこを取り組んでみてください。でもね、一応簡単曲ですけど、楽譜がありますんで、ちょっとシェアしていきます。ブンブンブン、キッズソングです。コードはたった2個だよということでございます。見て蜂がブンブンしてまーす。はい。ガズバチ。はい。これが、これね。前奏 FFFCCF。ここ伸ばすって感じですね。これもうなんかすごくない？こんなに簡単。でもやっぱりあれですよ。歌とか感情を込めるっていうのは簡単にできないですからね。キッズと一緒に心を合わせる。もうそれがもうおじいちゃんであろうがおばあちゃんであろうがもう一緒に歌っていきましょう。はい。ちょっとここの歌詞がね、お池の周りにお花が、野バラが咲いたよとね。野バラなんですよ。はい。これ2回繰り返したということですね。これでもうこれもう終わりなんですけど、これメモってね、ノートに書き出して、やってみるのがいいと思います。はい、出てくるコードは C と F です。もう一回繰り返しようって、これね、ハチさんが言ってますよ。はい、ワイワイ歌おうって書いてあります。もう場所が余っちゃってもうね、こんなイラストをもう書いちゃうぐらいの勢いでございます。はい、これは楽しんでいただきます。まあこれ一応ですけれどもね、ガズクラブでこの楽譜をダウンロードして、おけるようにしておきます。ガズクラブっていうのはいつもご紹介してるんですけど、このね、毎月660円のクラブ活動費をいただきまして、もうガズレレではね、もう膨大な曲のね、ストックがあるんですよ。レッスン動画のね、その手書きのノートの、もうものすごい種類の中から毎月5曲皆さんがやってみたいなというね、楽曲の楽譜がね、デジタルデータで即座に皆さんお手元にダウンロードできるんですよ。もうすぐに練習入っていけるよというね、画期的なサービスがあるんですけどね、ぜひ皆さんこんなのもご活用していただきたいし、ガズレレでは本当に便利な機能満載のアプリがあったり、こうグッズ、キャップとかこうストラップとかウクレレの販売もしてますよ。このウクレレ、初めてウクレレで Amazon などでもこのウクレレだったら購入可能であったりとか、そういうご案内がですね、一つのこのガズレレ .com という公式ホームページにまとまっていますんで、ぜひ一回ホームページ何とぞ見に行ってください。公式ページの URL を概要欄に貼っとくんで見に行ってくださいね、ということでございます。はい、今日はですね、ブンブンブン、8月とブーやってますけど、さっき僕この曲をね、ちょっと練習してたら、もううちのハニーさんがですね、もう口ずさんじゃったですね、もうずっと頭流れてるんですよ。そういうタイプの、ちょっとこう、楽しい魔力がある曲ですんで、この曲でウクレレデビューとかしてくれる人が増えると嬉しいな。そしてキッズと一緒にね、ワイワイ歌えるので最高だと思います。ぜひ取り組んでみてください。それでは皆さんごきげんよう。さようなら。ここに集まっていい